クリス・ジェイ・ハイジーは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、マウント・ジョイ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。2006年の MLB ドラフト17巡目で、シンシナティレッツから指名され、6月8日に契約。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスで70試合に出場し、打率、286.6本塁打、37打点。 11、投類だった。2007年は、A 級、デートンドラゴンズで104試合に出場し、打率、289.9本塁が、46打点、19、投類だった。8月に、A 級サラソタレッツへ昇格し、12試合に、出場した。2008年は、A 級サラソタで117試合に出場し、打率、287.7本塁が、 51打点、27盗塁だった。8月に AA 級チャタヌーガルックアウトへ昇格。AA 級チャタヌーガでは19試合に出場した。2009年は AA 級カロライナマッドキャッツで71試合に出場。打率347.13本塁が40打点、13盗塁と結果を残し、6月27日にトリプル A 級。 ルイビル・バッツへ昇格。トリプル A 級、ルイビルでは63試合に出場し、打率278.9本塁が37打点8盗塁だった。オフには、レッツの最優秀マイナー選手に選ばれ、11月20日に、レッツとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。2010年3月22日に、トリプル A 級、ルイビルへ配属され、 開幕を迎えた。4月30日にメジャー初昇格し、5月3日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。7番右翼として先発起用され、5打数無安打1三振に終わった。その後は代打や守備固めとして出場していたが、8月7日に左ふくらはぎを痛め、15日間の故障者リスト入りした。9月1日に復帰。 この年は97試合に出場し、打率、254.8本塁打、21打点、1盗塁、で、代打本塁打4本は、リーグ1位だった。2011年6月22日のインターリーグの、ニューヨークヤンキース戦で、レッツの1番打者としては、ピートローズ、ジェイブルースに次ぐ、史上3人目の1試合3本塁打を達成した。 最終的には120試合に出場し、打率、254.18本塁打、50打点の成績を記録。本塁打を量産し、パワーを発揮した。2012年は2年連続で120試合に出場。前年に量産した、本塁打は7本にまで減少したが、2塁打、3塁打を大幅に増やし、パワーは健在だった。2013年1月31日に、 レッツと132万5千ドルの1年契約に合意。前年まで2年連続で120試合に出場していたが、この年は87試合にまで減少した。シーズンでは打率、237.9本類が23打点、3盗塁という成績をマーク、打率に関してはメジャーデビュー以来最も低い数値となってしまった。 2014年1月16日に、レッツと176万ドルの1年契約に合意。この年は119試合に出場したが、打率は自己最低の222.8本塁が22打点9盗塁を記録した。2014年12月2日にマットマギルトのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2015年7月30日にリーフとなり、 8月7日に自由契約となった。2015年8月13日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、3家のトリプル A 級バッファロー・バイソンズに配属された。8月31日に金銭トレードでドジャースに復帰した。9月6日にメジャー契約を結んで昇格した。11月6日に FA となった。 2015年12月2日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2016年4月1日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。延長16回までもつれるロングゲームとなった4月24日のミネソタツインズ戦では決着をつけるサヨナラ本塁打を放った。同年は83試合に出場し、打率。 216と低打率ながら9本塁打を放って17打点を上げた。守備では、リフト25試合、ライト16試合、センター3試合で守り、すべて無失策で、DRS はそれぞれマイナス2.10、ザーはそれぞれ0マイナス0.5マイナス0.1だった。11月3日に FA となったが、11月19日に1年140万ドルで、 契約を結んだ。2017年7月30日に自由契約となった。ありがとうございます。